い、どうもこんにちは。デラキュラスチャンネルのデラキュラスでございます。さあ本日はということで、今回はウルトラヒーローシリーズ62番ウルトラマンルーム、こちらを探していきたいと思います。はい、ついに登場いたしましたウルトラマンルーム。ウルトラマンロッソとウルトラマンブルが力を合わせて合体したことによって現れた究極の戦士でございます。はい、全身はね、金色、シルバー、黒という配色で、色合い的にはね、かなり派手な色を使ってるんだけれども、やっぱそこに黒が入ってくるから、すごくシックでシンプルで落ち着いてる風に見えるのがこのルーブの特徴かなと思います。いや、でね、その首もね、すごくいいんだけどね。はい、まずは足元から見ていきましょう。はい、こんな感じで、足元は金色、すねはシルバーで塗装されておりまして、上に行きますと、はい、金色の線とシルバーがずーっと上に伸びてますね。成形色は黒なので、シルバーもちゃんと塗装だから安っぽくない。で、腹筋がね、割れてますね。はい、胸がこんな感じで、シルバーに金色の模様が入ってまして、かなりね、モールドも細かく入ってます。まあ底身ということでね、まあ14センチサイズなんだけれども、それでもね、かなり胸のモールドはね、細かいなというふうに思います。肩アーマーのね、こういう感じとかもすごいかっこいいし、今までのね、ちょっとロッソブルにはないようなデザインですね。で、こう胸のところにね、手を当てて、ルーブコーディングをね、出現させてましたね。まあこんな感じでちょっとね、ルーブコーディングっぽいようなこう丸い感じにもなってますし、で、カラータイマーがあって、で、ここにね、赤いね、じゃ宝石みたいについてるんだけど、ここがね、まあ、ロスト要素なのかなというふうに思います。で、いきますと、こんな感じで。腕はね、手の部分が一応シルバーで塗装がされてるんだけれども、ひし形の部分、ここ本当はね、水色なんですよ。ここがね、塗装されてないのが残念だな。まあ、ここがね、ブルー要素だと思うんだけど、ブルーアクア要素だと思うんだけれども、ちょっとそこがね、塗装されてないのが、ちょっと残念だったかなと思います。まあ、ただね、こう、ざっと見た感じ、すごく色合いが綺麗ですよね。綺麗だし、塗装省略がそこまで、ね、目立たないなっていう印象が僕的にはあって、これはね、最近ね、即日すごい塗装省略ばっかりで、なんかこう、もうモチベーションみたいなのがね、若干薄れてたんだけども、その中でもね、このウルトラマンルーの側尾は結構しっかり塗装がされていて、僕はかなりお気に入りです。で、顔の部分なんだけれども、結構ね、皆さんね、目が小さい、目が小さいってね、言ってますよね。僕もまあ確かにちょっと目はね、まあ、ちっちゃいかなと思うんだけれども、なんかね、動いてる姿見たらね、すげえかっこいい。もともとね、公式サイトとかで発表された画像を見てはかっこいいなと思ってたんだけども、動いてる姿見てやられちゃったわけよ。なんかね、すげえかっこよくなっちゃって、惚れちゃったの。買ってからね、一週間経ってたんですよ、この装備。でね、やっと動画出すんだけども、遅れてすいません、すいません。この僕のね、そのパソコンのデスクのところに、こうずっとルーブ君をね、置いてるわけ。で、ふとね、なんかこう動画の書き出し中とか手空いた時に、ついルーブ手に取っちゃう。だからね、すぐやっちゃったね、このルーブの作り、お気に入りです。かっこいい。まあ、こんな感じで、結構顔もね、しっかりとスーツの特徴と捉えていて、かっこいいし、耳が特徴的だよね。かなり耳の形が大きい。で、真正面がこんな感じ。斜めの角度がかっこいいかな。おでこの部分ね。この辺にちょっと黒いラインが入るんだね。なんかこう、ブルの顔の黒い眉がちょっと眉毛っぽかったけど、金色になって、ブルの眉毛引き継がれたかな、みたいな感じにも見えますね。まあね、兄弟合体ってことで、まあ一人足らないんだけども、ちょっとやっぱトリプルファイターっぽいよね。コロナの果て、緑の後ろ、僕ら、ふるさと。ねえ、ちょっとトリプルファイターっぽいよね。まあ、兄弟で合体するっていう部分と、その合体して、その金色になるっていう部分とか、顔の形とかも意外とトリプルファイターと似てる。
感はあります。あのトリプルファイター要素ここで入れてきたかみたいな感じでね、まあ、実際公式さんが本当に、ね、トリプルファイターを意識したかどうかわからないけれども、ちょトリプルファイターっぽくて僕は余計に好きになりました。これ以上僕好きですよ、僕すごい好きですよ。ウルトラマンルール横顔とかすごいかっこいい、すごいかっこいい、大事なことなので2回言いました。はい、後ろ側はね、相変わらず真っ黒で塗装もね、ないんだけども、見事な金色が後ろまで回ってるとか、まあ腕のシルバー塗装されてるとか、まあ、それぐらいで。基本的には後ろは塗装ないんだけれども、まあ、早くね、塗装されたものが欲しいなっていう印象ですね。土曜日、明日か、ウルトラアクションフィギュアのルームが出るので、欲しいなーって思ってますけど、ちょっと迷ってます。最悪、衝動じゃねえや、衝動か、衝動でウルトラマンルームが出るっていう告知が出たので、まあ、最悪衝動まで待つかなーとかも思ってますけど、まあそのうちフィギュアとかもね、出ると思いますけど、楽しみです。とりあえずもう、ルームのいろんなフィギュアが欲しいです。タグカードがこんな感じで、はい、金色のね、背景にウルトラマンルームがね、佇んでます。この戦闘ポーズ、ファイティングポーズで、ウルトラマンロストとウルトラマンブルのポーズをね、うまいこと組み合わせていて、すごくかっこいいですよね。こういうのとかもアクションフィギュアで決めてみたいなと思います。ウルトラマンルーム、身長53メートル、体重4万8千トン、必殺技がルーブボルテックバスター、ルーブ降臨シャトーです。はい、ということで、今回はこんな感じの紹介でした。ソフビデビューは毎回ね、なんかこういまいちなね感じの感想ですけれども、今回のウルトラマンループのソフビはかなり評価が高いです。そうだな、データクラスポイントで言ったら80点かな、うん、80点かな、まあそれぐらいすごくいい敵のソフビでした。まあ何よりこう前面、まあ後ろはね置いといて、とにかく前面を見た時に人が多いなって思ったのが、チープ感がないなって思ったのがやっぱ大きいですよね。まあそれにプラスして劇中でのウルトラマンルームの佇まい、戦闘のかっこよさ、まあ、こういうのが相まって、もうソフビがね一段とお気に入りになったかなって思います。まあ前回のウルトラマンルーム見てね、かっこいいなと思った方はぜひねこちらのソフビ買ってみてはいかがでしょうか。まあ、明日の土曜日にはね、ウルトラアクションフィギュアでウルトラマンルームも出ますから、まあ、アクションフィギュアが好きな方は、そちらも買ってみて、まあ、ソフビが好きだったら、このね、ウルトラヒロシリーズの62番、ウルトラマンルーム買ってみてはいかがでしょうか。すごくいい出来です。ということで、前回ね、そう、ブルジオキングの時に、サムネイルを作ってる様子を動画で流したんですよ、おまけとして。意外にも、いやーね、ちょっと面白いとかね、すごいとか言ってくださったので、ちょっと今回もね、そんな感じで、受けてみたいなーっていうふうにね、思います。まあ、もし、興味のある方は、このまま見ていただければなと思います。今回のソフビデビューはこんな感じでした。ということで、以上、ダラキラスでした。バイバイ。